ヤッポーキムデシーです。ライチメカです。カップルです。というわけで今回はピカチュウ祭りです。イエーイ。みんな姿格好にピカチュウをね惑っておりますね。はい、はい、今日は僕もピカチュウメカワとしてピカチュウコウメとしてね行ってきてるんです。ライチュウメカワがねちっちゃくなってピカチュウだからね。今回の動画ではですね、拡張パック 25th Anniversary Collection、はい、そして 25th Anniversary Golden Box、うん、プロモカードパック 25th Anniversary Edition よりいろいろな種類のピカチュウのカードが公開されましたので、はい、そちらを一挙にご紹介していきたいと思います。あ、まずはこの王道を行く1枚目こちらになります。ドン、ピカチュウ。ピカー、ピカーですね。映ってない、映ってないと思う。そう、いつも隠れちゃうんだよね、これね。めっちゃ懐かしくないですか。超懐かしいですね。はい、ゆめちゃん知ってます？これは拡張パック第1弾のイラストが再現されてるんですよ。そうですね、はい、当時はマスターアップぐらいのサイズだったんですけど、はい、当時のカードじゃ見えなかった部分まで見えてて、うん、いいですね。もう上とかね、はい、左の方とかに、うん、ポケモンたちがいますよ。見えますか？本当だ。うん、キャタピーがいて、パーフェクトがいて、うん、あともう一匹、あともう二匹いる。もう二匹、うん。上にね、上にまずいます。上に。本当だ、上にいる。ピカチュというところに重なってるんですけど、バタフリーが。はい、バタフリーがいる。はい、あと一匹見つけられますか？え、ピカチュウのポッケの後ろに、もしかしたらあの白い、はい、一番手前のところに、はい、謎の草がいるんですよ。本当だ。手前におる。青い、確かになんか謎の草のボディっぽい部分が面白いですね。そう、ある遊び心があっていいですね。素敵です。続いてはこの子です。じゃーん、ピカチュウ V。 おー、かっこかわいいね。でもこう電撃がパワーで出てる感じがいいですね、うん、いいですね、うん、ピカチュウ V は雷タイプの種ポケモンで HP が190です。技が雷無色ボルテッカー210ダメージで、このポケモンにも30ダメージです。はい、こちら 25th Anniversary Golden Box に収録が決定してたピカチュウ V とテキストはね一緒になるんですけど、うん、拡張パックの方にもこのイラストで収録が決まりましたと。で、技の性能としてもまあ210ダメージ出せるというところが他のピカチュウ V との差別点になってて、例えば白馬バドレックス V とか黒馬バドレックス V をまあ一発で倒せるというパフォーマンスがあるので、まあ、もちろんダメージを受けてしまうデメリットもあるんですが、非常に強力な個性を持ったピカチュウ V になってます。はい、続いてのピカチュウなんですけど、まあ、ピカチュウはピカチュウでもこう来るかって感じの子が来たので紹介します。せーの、じゃん、ヤミノリピカチュウ V です。やっほー、楽しそう。楽しそうですね。でもなんかあの以前もね、ヤミノリピカチュウっていうカードがね存在しておりましたが、 3D っぽさがあるアートでね、うん、新しく表現されております。しかもポケモン V ですからね。うん、ヤミノリピカチュウ V は雷タイプの種ポケモンで HP が200です。技が水波乗り150ダメージです。はい、こちら雷タイプのポケモンではあるんですが、水エネルギーで技を使っていくことができます、うん、なので水エネルギーを使うデッキに混ぜてあげても面白いかなと思って、例えばメロンとか雪目の子でエネルギーがつけてあげられるので、相手が思わぬ形で、まあ、雷タイプのポケモンとして相手の弱点をついたりするプレイングが面白いかなと思ってます。で、今回この登場した波乗りピカチュウ V は、まあ、名前が波乗りピカチュウ V なのでピカチュウ V ではないということから、ピカチュウ VMAX には進化できないという点はご注意いただければと思います。で、波乗りピカチュウと来ましたので、そしたらもう一種類ぐらいこれもあるんじゃないかと思うやつがあるんですが、どうですか？シャバな子がいますよ。お、紹介しますか？はい、はい、せーの、じゃーん、ソラオことピカチュウ V です。やったー、風船いっぱいついてる、ふわふわ飛んどる。これもね、以前ね、ソラオとピカチュウっていうポケモンのカードがね、うん、登場しておりまして、そちらがね、やっぱり 3D っぽい見栄があるイラストといいますか、うん、ちょっとね、再現されているようなデザインで登場しております。はい、ソラオと飛ぶピカチュウ V は雷タイプの種ポケモンで HP が190です。1つ目の技が雷1個の電気ショック20ダメージで、コインを投げて表なら相手のバトルポケモンを麻痺にします。1つ目の技が無色3個の空を飛ぶ120ダメージで、コインを1回投げて裏だとこの技は失敗します。表なら次の相手の番にこのポケモンは技のダメージや効果を受けません。このね、電気ショック空を飛ぶってことね、両方とも過去のね、空を飛ぶピカチュウと同じ技名なんですよ、ね、ありました、うん、覚えてる、はい、でダメージがちょっとパワーアップしてるんですけれども、うん、効果とか一致していて、うん、さっきの波乗りピカチュウ V も同様に波乗りって技持ったので、うん、
それぞれがパワーアップして登場しているというわけなんですよ。うん、はい、空を飛ぶって技は無色3つで使えるので、まあ、いろんなデッキで使ってあげることができるんですけど、空を飛ぶピカチュウベイ、逃げるためのエネルギーがないということと、まあ、統帝光を持っている雷タイプということで、まあ、雷タイプのデッキでも活躍しますし、いろんな役割が持たせられるんじゃないかなと思いますね。で、空を飛ぶコインが表が出続ければ結構技のダメージも効果も受けずに押し切れるってパターンもあるので、結構楽しいバトルができるんじゃないかなという印象ですね。うん、で続いては以前も実は動画で紹介したり情報が載ってたんですが、改めてのご紹介ということで、 25th アニバーサリーゴールデンボックスに収録される金ピカのピカチュウ V です。こちらです。ドン、きらびやか。うん、すごい輝いてる感じがこの画像でも伝わりますね。はい、うん、デザインもね、先ほどのピカチュウ V とはね、またイラストも違っているというところで、ぜひね、こちらもゲットしておきたいなという一枚です。続いて、先ほどの金ピカのピカチュウ V と同様に 25th アニバーサリーゴールデンボックスに再収録されることが決まった、うん、過去にも登場してたピカチュウ V、ピカチュウ V マックス、ピカチュウがいますので紹介します。こちらです。ドン、あ、これは25周年のロゴが入っておりますね。入ってますね、キラッと光るロゴがかっこいいです。まずこのピカチュウ V は V スタートデッキ雷に収録されていたもので、ピカチュウ V マックスは拡張パック仰天のボルテッカーに収録されていたものです。そしてこのピカチュウはスターターセット V 雷カッコケコ V がパッケージになっているデッキ商品に入ってたピカチュウとなってます。なるほどね。こちらはね、あのいずれも金色ではないってところで、その代わりキラーカードになっております。うん、はい、なるほど。なんとあのデッキは全部キラーカードらしいですからね。はい、続きましてプロモカードパック 25th アニバーサリーエディションに収録されるカード紹介していきます。こちらです。ドン、うーんのピカチュウ。お誕生日おめでとう。おめでとう。あ、なんかうーんの下のところに自分の名前を書き込もうって書いてありますね。はい、うん、ナナップルだとしたらナナップルのピカチュウになりますし、ライチュウメカだったら、はい、ライチュウメカのピカチュウって言わないですか。まあややこしいですからね、確かにね。はい、ピカチュウと一緒にね、お誕生日をお祝いできてる感というか、はい、すごい見てて嬉しくなる一枚ですね。うん、しかもやっぱ25周年だから、そのポケカのね、誕生もお祝いしてくれてる感じがしますね。はい、これ右下にね、そのトレーナーの生年月日なんかも書くところがあって、うん、本当だ。まさに自分の、自分だけの書き込みがあるようなね、カードとしてコレクションしたいですね。はい、かわいい。あ、これは懐かしいなって方も多いんじゃないかなと思います。うん、はい、で、このうーんのピカチュウのようにプロモカードパック 25th アニバーサリーエディションに収録されるカードは公式の大会等でデッキ内で使うことはできませんので、コレクションとして楽しんでいただいたり、非公式の場で、まあ、お互い合意のもとでちょっと遊ぶときに使ってあげたりっていう使い方をしていただければと思います。これまでね、拡張パック、ゴールデンボックス、プロモカードパックと紹介してきましたが、実は拡張パックにもうちょっとだけ公開しなかったカードがありますので、そちらを紹介していきます。こちらです。ドーン、ピカチュウ V ユニオンでーす。おー、すごいですね。ピカチュウ大集合。大集合ですね。うん、いや、これはなんと25周年1なんで、25名ものイラストレーターさんがピカチュウを描き下ろしたと。おー、それをめちゃくちゃ重ねて出来上がったものがこちらになります。すごいですね。スペシャル感がやばいですね。はい、やばいですね。うん、それぞれやっぱピカチュウの表情とか、うん、体型とかちょっとずつやっぱそれぞれのイラストレーターさんの味が出てるというか、ね、どの子もめちゃくちゃ可愛いです。これも本当にね、どのピカチュウも個性がしっかり出てますので、まあ、ポケモンカードゲームをねやられている方であれば、あ、このピカチュウのイラストレーターさんはこの人かなみたいなのね、思いつくピカチュウとかもねきっとあるんじゃないかなと思います。はい、ポケモン V になって4枚のカードを並べて出すんですけど、うん、このピカチュウ盛りだくさんな感じがベンチにいた時ですよ。はい、めちゃくちゃ可愛いんじゃないかなと思って。そうですね、たまんないっすね。うん、そもそもね、ポケモン V によってどういうカードでしょうか。はい、先ほどもちょっと言ったんですけど、4種類を1組に組み合わせて戦うポケモンとなってまして、ピカチュウ V ユニオンであればこれ4種類のカードがあるんですけど、それぞれを遊んでる中でトラッシュという場所に置けると直接4枚組み合わせてベンチに出すことができるっていうポケモン V になってます。なので結構特別なカードになってますよね。はい、ピカチュウ V ユニオンは雷タイプのポケモン V ユニオンで HP が300です。では左上のピカチュウ V ユニオンから見ていきます。技が無色1個のユニオンゲイン、自分のトラッシュから雷エネルギーを2枚まで選んでこのポケモンにつけます。続いて右上のピカチュウ V ユニオンです。雷無色ビリビリショック120ダメージでコインを1回投げて表だったら相手のバトルポケモンを麻痺にします。続いて左下です。
雷、雷、無色、電磁障害、150ダメージで次の相手の番、相手は手札からグッズを出して使えません。続いて右下です。雷、雷、無色、技の名前がみんなでエレキボール、250ダメージです。かわいいですね。かわいいですね。かわいい。でも大ダメージですね、これね。250、すごいです。はい、先ほど紹介した通り、これ4種類のカードを組み合わせて1匹のポケモンとして戦っていくんですけど、それぞれのカードが持つ特性とか技を使うことができます。うん、今回は4つの技全部が使えると。はい、技を使うためのエネルギーも、まあ、1個で使える技があったり、2個で使える技があったり、3個で使える技があるということで、状況に応じて、それぞれの技がちゃんと使っていけるかなとは思いますね。まずはエネルギー1個で使えるユニオンゲインは、場に出した番って結構エネルギーがいっぱいついてなかったりするんですけど、この技を使うことでエネルギーを蓄えることができます。右上の技がエネルギー2個で、まあ、運が良ければ相手を麻痺にして足止めしつつ攻められるということで、まあ、ピンチの時に逆転を作るようなカードになってくれたり、まあ、少ないエネルギーでちゃんとダメージを出していけるってことが強力ですね。そして左下の技が電磁障害、これ150ダメージっていう大ダメージに加えてグッズを使えなくするんですよ。うん、めちゃくちゃ強そうじゃないですか。超強そう。なんかクワガノン V もね、パラライズボルトっていう技でそういう同じような効果を持ってたんですけど、その時のダメージの比にならないぐらいのパワーで攻めていくんですよ。なのでこの電磁障害を打ち続けるだけでちゃんと相手のポケモン V とか VMAX も倒せるダメージを出しつつ、グッズも使わせないみたいなプレイができるような、ちょっと意地悪げなこともできるカードになってますね。うん、そして右下のみんなでエレキボールはもうデメリットなしでエネルギー3つで250っていう、まあ、破格のパフォーマンスを持ってるわけですよね。なのでほとんどのポケモン V とかを倒すことができます。でこの4つとも技を使うためのエネルギーのうち1つが無色なので、結構ウィークガードエネルギーとかをつけてあげてもいいなと思うので、弱点のトータイプとかもケアしながら戦っていけるようなポケモン V ユニオンですよね。うん、出したばっかりの番でもポポコの特性のエレキダイナモを使ってエネルギーをつけてあげればすぐバトル場に出て戦っていけそうですね。個人的にはですね、ダメージの120、150、250っていうね、このばらけ方もすごくいいなと思っていて、まずビビショックを使って120与えつつ麻痺にできれば、次の番に電磁障害150与えれば合計270でタッグチーム GX が倒せる可能性があったりとかね、もしくはビビショックの後にですね、みんなでエレキボールを使えば120プラス250で370でポケモン VMAX も倒せるという形で、かなりバランスがいいダメージ配分かなと思います。さらにエクストラレギュレーションの場合ですね、もっともっと強く使えたりしまして、例えばね、エレキパワーというカードがありますので、雷ポケモンの技のダメージがプラス30されますので、みんなでエレキボールのダメージがさらに上がって、何枚か使えばポケモン VMAX も一発で倒したりとかね、できる可能性ありますし、またバトルコンプレッサーという好きなカード3枚を山札からトラッシュできるカードがありますので、ピカチュウ V ユニオンを山札から直接トラッシュに送ってしまえばかなりね出しやすくなります。そういったグッズをですね、電磁というカードを使って持ってきやすいレギュレーションなので、エクストラレギュレーションでもぜひ使ってほしい1枚です。はい、というわけで今回は今日公開されたピカチュウをね、大集結させて紹介していきました。今後もポケカチャンネルではポケカの最新情報を発信していきますので、見逃さないようにぜひぜひチャンネル登録もお願いします。あとピカチュウが可愛いと思った方は高評価もお願いします。お願いします。はい、というわけで皆さんまた次回、バイバーイ、バイバーイ、ピーカーチュー。